ンスは打算で渡るもの。カブンカ登場。各あざなは文化。かつて董卓に仕えていた軍略家である。董卓亡き後は長州の配下となり策を練った。炎上の戦いでは長州の参謀として曹操軍を大いに苦しめる。そしてその手腕が認められ曹操に仕えることとなった。はじめまして巡遊殿。わあ、噂は聞いてるよ。董卓暗殺を企てるも失敗して捕まったんだって。その上獄中では大前自弱だったと言うじゃないか。彼はさぞ岩のような御仁かと思ったが、いやはや随分と繊細であられるようだ。そうですか。で、用件は？巡遊殿、申し訳ない。すでに知っているとは思うが、こちらは核、私とあなたで彼を監視することになったんだ。そのことを伝えようと思ってきたのだけれど。なるほど、確かに監視が必要な御仁だ。というわけだ。改めて俺は過分か、以後よろしく。なんとも釣れないね。あまり巡遊殿をからかわないでくれるかな。二人には仲良くしてもらわないと困るんだ。巡遊殿、少し話を聞いてもらいたい。はあ、困るか。そう言われるとどう困るのか見たくなるね。核の策謀の前に軍神関羽は敗れ去った。関羽の死により五色同盟は崩壊。義の安泰を見届けた曹操は間もなく病没する。後を継いだ曹丕は禅譲を受け義弟となった。郭はこの禅譲でも重要な役割を果たし曹丕の信頼を得る。乱世は義の旗のもと収束しようとしていた。そんな中、郭はある人物の動向に目を光らせる。そういえば芝居殿、あんたはこの先どう動くつもりなんだ。まあ少なくとも曹丕殿が健在のうちはおとなしくしてほしいものだ。おっしゃる意味が分かりかねます。各家殿、純育殿、純優殿、皆あんたのように切れ者だった。今の葬儀は彼らが描いた未来図に近い。だがあんたは違う。曹王だと高い官位を誇示しているにもかかわらず、くすぶる野心を感じるのだ。あなたも私と同じ宮廷での地位にこだわらない方だと存じております。俺はそもそも後進、そのあたりには関係ないよそ者だ。だからこそ見えてくるものがあるんだよ。あなたのような方がいる限り葬儀も安泰ですよ。この国の軍師はただ者じゃないやつばかり。